今回はセブンイレブンの塩むすびをいただきたいと思いますね。どんなもんでしょうかね。早速切っていきますよ。塩むすびだからまあ何も入ってないですね。というところで早速いただきますよ。まあお腹減ってる時だったら美味しいかもしれないですけど、ちょっとやっぱり残念な感じですね。まあシンプルすぎますね。かといって米がすごい美味しいわけでもないんで、ちょっと中途半端な感じですね。いや確かにちょっとまあね、安いだけみたいな感じですかね。まあ塩加減はいいんですけど、この値段ですからね、もうちょっと出して具入りの方がいいですよね。ちょっと中途半端なもんですねこれ。というところで今回このセブンイレブンの塩むすびをいただきました。ご視聴ありがとうございました。